吉田さん、30万のチャリですかむちゃくちゃいいですね。私も隠居活動を始めて、車を売却した後って、あの、亡くなったんですよね、当然ですけど、乗り物が。ですので、一番最初に買ったのって、あの、自転車だったんですよ。自転車ね、思い切って1万円のやつを買ったんですよ。思い切って1万円てのも随分せこいでしょう。で、1万円のを買って、まあ、ロードバイクみたいな形のやつなんですけどね、うわーっと乗ってったんですよね。いや、気持ちよかったですね。 で自転車って結構いいなと思ったんですよ坂道ぐいぐい登ったりとかねちょっと腰が痛くなりましたけどもでもなんか飽きちゃったんですよね飽きてまあゴミに出しちゃったということでございますその後原付き買って、まああのー、ウォーキングするようになってね、うん、そんな感じですかそれから車を買ったのが、あのー、昨年一昨年か2019年にトランザムいいなとかね奥さんも子供ができるから妊娠したから ベルファイヤー、ね、その後で、えー、最近ほらあレクサス欲しいなと思ったんでセルシュ買ったみたいな流れなんですけども自転車っていいですねランニングコストかかんないしで担いであの敷地の中にね私庭に入れれるしすごくお手軽だなと思いましたねそれなんか僕まで欲しくなっちゃったまたねで与沢嗣さんが自転車を140万で買ったらしいんですよ随分前ですけどダイエットするときにで 自転車のいくら、自転車の値段いくらかわかんないから、とりあえず400万用意してって、これで足りるって言ったら全然足りますよって言って、まあ一番いいやつを買ったら140万で、めちゃ安いじゃんとか言ってたらしいんですよね。この安いじゃんという感覚が面白いですよね。確かに140万の自転車って、自転車単体で見ると高いような気がしますけども、あの、まあそこそこの車ばかりをね、買い続けて、 維持費に毎月10万近くかけてきた立場としては自転車持ちやすいじゃんって話ですよね一回払うだけで終わりとかねうんすごいなと思いましすよねで結局は稼ぐようになると、まあ、いろんなものの見方が変わってきたりとかなんせお金をどう使うかっていう選択肢が増えるんですよねでもお金が大事だっていう気持ちはさらに強くなるんですよ大事だから高いものを買う 今回私1万円で買った自転車はすぐ飽きちゃったんですけども多分ね100万円ぐらいの自転車だったら相当選ぶと思うんですよ相当吟味してそして何がどう魅力なのかどんな人が使っているのかどんなドラマがその自転車にあるのかそして100万円の自転車が届いたらその自転車に対する思いっていうのは100万円分ですからね1万円の自転車の100倍以上あると思いますよでもしかしたら100万円の自転車協会 もしくはファンクラブみたいなのがあってその自転車を買った人だけが加入するコミュニティとかあるかもしれないですねそれはね私ねトランザム買った時にナイト2000買った時にそういうグループがいくつもあるのに気づいていくつかに入らせてもらったんですけどもそういうところでね強い関係が生ままれたりしますね。私の場合はトランザムのナイト2000仕様だったんですけどもトランザムのファンクラブと旧社のファンクラブとアメ社のファンクラブとナイト2000のファンクラブとってあるわけですそれぞれに。 まあ入るっていうかね軽く関わらせてもらってますけどねで今度セルシオ買ったらセルシオ同好会みたいなね令和してるセルシオ連盟みたいなそういうのがあるんですよそれにまあ入ってないですけどねはね入ることもできるんだなってことですよねまあ活動としては別に何もないんですけどもたまに一緒に走りましょうみたいなお誘いがあって一緒に走る人がいるみたいな感じですけどねいやーすごいですねうんだから吉田さんも自転車の,そのサークルとかあるんじゃないですか、うん、サイクリングサークル まさにサイクルサークルサイクルサークルっ言いにくいですけどねはいまあ自転車が取り持つ縁ってのもあるんじゃないですかねでもなんか私たちはいいですよね何を買ってもそれを動画に上げることによって結局は何か一度に30万なり50万払うけども長期のローンが返ってくるような感じですよね毎月何か何千円とか何万円が返ってきて数年経ったら完済したみたいな逆ローンですねこれね一気に払って少しずつ戻ってくるみたいな で、でしまいには損益分岐点超えたら自転車ってものが資産化すするんですよね。その自転車があるがゆえに稼げるようになるみたいなサイクルも訪れたりとかねなかなか面白いんじゃないですか、うん、まあ,あの買ったもの全部が資産というねそんな感じでございますいってらっしゃい